Hi there, how are you doing? This is Shumi from English Bootcamp. 皆さんこんにちは。English Bootcamp のユミです。前回、アナと雪の女王ですね。英語のタイトルは Frozen です。これのテーマソング Let It Go の、発音と言いますかね。歌う時の注意点みたいな感じでちょっとお話ししたんですが、Let It Go のこの T の発音に関してですね、ちょっともうちょっと詳しく説明してほしいっていうような、リクエストが来ましたので、もう一度ですね、ちょっと音声解説をしてみたいと思います。で、前回も言いましたように、ポイントはですね、let の t の音と it の t の音ですね。let, it, go っていうふうに発音してしまうと、この let it go, let it go っていうこのメロディーに乗れないわけです。で、じゃあポイントは何かというと、このt で終わる単語です。いっぱいありますよね。let だけじゃなくて、例えば get とかもそうですし、座る sit とかもそうですよね。で、まあ動詞だけじゃなくて名詞でも t で終わる単語というのはたくさんあります。で、t で終わるときに気をつけないといけないのは、次につながる音ですよね。英語は常に子音から母音、そして次の子音までが一セットでつながっていくんですね。そうすると、子音の次に母音が来てると、そこはリエゾンをするわけですね。リエゾンまたはリンキングと言いますけどね。で、ここは let の後に it っていうふうに、i の音が来てますから、母音が来てるので、ここは繋がるわけですね。なので、let it ではなくて、let it, let it っていうふうに繋がります。で、t の音がリエゾンするときっていうのは、t っていうふうに強く舌で上顎を打つ。本来の破裂音の t ではなくて、ちょっと弱い。これを flap って言うんですが、ちょっとね、日本語のラリドレドみたいな感じの舌の動きになります。なので、let it, let it, let it となります。で、もう一つポイントがあります。今度は t で終わって、その次に続く音が子音の時ですね。そうすると、ここでリエゾンしないですよね。子音、子音となりますからね。で、どうなるかというと、この t の t って音は、寸止めになります。let it っていうふうにやらずに、let it っていうふうに、舌は上顎に向かって、こう動くんですが、t っていうふうに、パスッと上顎を打つことなく、直前で止めてください。なので、ギリギリ上顎に舌がついてるかつかないかな、みたいなところで、ってこらえるんです。で、こらえて次の瞬間すぐに go に行きます。そうすると let it go, let it go っていう風になります。で、このパターンは結構いっぱいあってですね、例えばクリスマスソングで let it snow っていう曲があるんですね。let it snow, let it snow, let it snow っていう曲です。よくね、クリスマスシーズンにあちこちでかかっているので、皆さん聞いたことがあると思います。これは雪を降れ、降れ降れっていうことですよね。で、let it まで同じです。で、go の代わりに snow が来てるだけです。なので、let it go と同じパターンで、let it snow というふうに変わるだけです。で、これもまた有名なビートルズのね、let it be っていう曲ですね。あれも、be になってるだけなので、let it be です。let it ってやらずに、let it be。すぐに be に行ってください。で、もう一つ。ボンジョビの、結構古い曲ですが、Let It Rock という曲があります。It の次が Rock ですね。っていう風になってるだけです。で、Let It Rock っていう風になります。Let It Go, Let It Snow, Let It Be, Let It Rock 全部ね、リズムは同じなんです。タダッタン、タダッタン、タダッタンっていうリズムです。で、このリズムが取れればですね、英語のリズムというか、英語の歌を歌うときなんかでも結構スムーズに歌えるようになると思います。で、もう一つポイントがあってですね、この歌は、let it っていうね、詞役動詞を使った、構文だけじゃなくて、let them っていうね、let の後に it じゃなくて them が来るパターンがあるんですね。うん、そうです。let it だけじゃなくて let them っていうのがあります。これについては、また次回お話ししたいと思います。では今日はとりあえずここまででおしまいです。Okay? See you next time. Bye bye!